ケージモース・オックスフォード事件簿は、イギリスの刑事ドラマ。1986年から2000年まで長らく、続いた刑事ドラマ、主任警部モースの主人公モースの若かりし、頃を描いた作品で、主な舞台は1960年代後半の、オックスフォードである。ショーン・エヴァンスが、オックスフォード死刑の犯罪捜査課の巡査になった、ばかりのモースを演じる。2012年に、 テレビ映画作品がパイロット版として放送された後、2013年から連続ドラマとして放送が開始された。2018年に放送開始のシーズン5は1968年を舞台としている。その後、英国 ITV では2019年2月にシーズン6、2020年2月にはシーズン7が放送された。 なお、シーズン8の制作もすでに決定している。日本での放送は、ワウワウプライムで2カ国語版放送を日本初放送、シネフィルワウワウで字幕版日本初放送、その後、BS プレミアムで2カ国語版放送という流れになっている。2021年1月現在、ワウワウプライムで放送済みなのは、ケース30までシネフィルワウワウで放送済みは、 ケース17まで。2018年2月10日から4月7日まで、NHKBS プレミアムで、パイロット版からシーズン2まで、全9話が放送された。また、2020年2月8日から再放送の後に、3月7日から、新作が放送された。ワウワウ版とは各話に付けられているサブタイトルが一部、異なっている。モースとサーズデー警部が運転する。 ジャガー・カウリー警察署として使用されるプリタニウム裁判所部隊は1965年のイングランド・オックスフォード。主人公はオックスフォード大学ロンズデール・コレッジに席を置いたこともあるエンデバー・モース。学生時代は古典文学専攻の成績優秀な小学生だったが、大学3年の時に恋人スーザンに婚約解消されたことから勉学に身が入らなくなり、 最終試験を受けずに中退。その後入隊し陸軍の通信部門に所属したが肌に合わず警察官となりカーシャルニュータウン署に配属された。ドラマは制服警官を2年務めたところでモースが辞表タイプしているシーンから始まっている。その辞表の提出前に15歳の少女の行方不明事件の捜査に協力するためモースは応援としてカーシャルニュータウン署から オックスフォード死刑カウリー署へ送られることに。パイロット版のエンディングでは、ベテラン捜査官、フレッド・サーズデー警部補が、今回の事件捜査で、モースの鋭い推理力と観察力を見込んで、自身の新たな補佐に任命する。モースは新たにオックスフォードで刑事としての道を、歩き始めるのだった。詳細は、リスト・オブ・エンデバー・キャラクターズを参照タイトルは、ワウワウ版。 NHKBS プレミアム版の順に記す。日本の放送日は、ワウワウプライム、日本初放送の日付。ありがとうございます。